ダイレクトデジタルシンセサイザは単一で固定の発信源から任意の波形や周波数をデジタル的に生成するための電子回路。基本的な DDS の回路は制御装置、RAM、基準の周波数、カウンター及び DA コンバータで構成される。この回路を動作させるにはプログラミングと実行の2つのステップが必要である。プログラミングのステップで 制御装置はメモリをデータで満たす。それぞれのデータは瞬時の時刻における信号の振幅を示す二進数のワードである。次にメモリ上のデータの列は振幅のテーブルを形成し、そのテーブルの位置は時間を意味する。例えばテーブルの前半が0、後半が100%の値で満たされるならデータは方形波を表すことになる。 単にデータを変更することによって、いかなる他の波形も作成できる。プログラム不可能で、制限波もしくは少ない種類の波形のみを出力できるような装置もある。実行のステップでは、参照の周波数の角、パルスごとに、カウンターは一定値の増分だけ進むように指示される。フェーズアキュムレータの出力は、順番に表にある角データを選択するために使用される。 最終的には DAC によりこのデータ系列をアナログ波形に変換する。周期的な波形を発生させるため、回路はテーブルが一周する時間と波形の周期が等しくなるように設定する。例えば、基準の周波数が 1MHz でテーブルに1000個のデータがある場合、テーブルが一周するためには1000、1MHz イコール1ミズ必要なので、出力波形の周波数は1。 イコールとなる。このシステムは、単に位相の増加量を増やし、テーブルをより早く一周させることによって、さらに早い周波数を発生させることができる。上述の例では、位相の増加量が1であるため、増加量を2に設定することによって、次の周波数を得ることができ、周波数は2倍になる。より精度の高い周波数の制御をするためには、 標準の位相増加量を例えば10と設定しておく。そうすることにより、少し高い周波数や少し低い周波数の波形を得ることができる。例えば増加量を11に増やすと、出力周波数は10%速くなる。逆に、増加量を急に減らすと、同じ割合で、出力周波数は遅くなる。より精度の高い周波数が必要な場合は、ビット数の大きなカウンタで必要となる。 実用的な実装は通常ルックアップテーブルの大きさを2のべき乗で構成し32ビットのフェーズアキュムレータと位相増加量で動作させる。一般的にカウンタの上位8または10ビットはルックアップテーブルのインデックスとして使われる。残りの回ビットはルックアップテーブルの隣接する値を保管するパラメータとして使われる。直線保管で十分の場合が多い。 発信源は通常 1MHz から 100MHz の推奨を使用する。DDS によって発生できる最高周波数はルックアップテーブルの大きさと周波数に依存する。波形を合理的に発生させるようにルックアップテーブルから最小限の数のデータを選ぶ必要がある。もし位相の増加量が大きくなりすぎると、 カウンターは、ルックアップテーブルを早く通り過ぎてしまい、結果として、出力信号の歪みがひどく悪化する、可能性がある。ソフトウェアとハードウェアのどちらでも実装が可能である。DDS は、リアルタイムで処理する必要があるため、通常、ソフトウェアによる実装は、オーディオ帯域以下に限定される。DDS の応用例としては、ファンクションジェネレータ、ミキサー、変調器および、 音源のシンセサイザーなどがある。ありがとうございます。